私、小さい時から人見知りで、あまり人とうまく接することができなくて。だから、転校してまだ間もない頃、先輩が落としたお財布を偶然拾った時も、私、話の途中で逃げ出してしまったんです。あの時は、すみませんでした。 私にいろいろ話してくれていたのに私ちょっとパニックになってしまって胸もドキドキしてうまく答えられなかったからでもあのあと先輩がわざわざ私を探してお礼を言いに来てくれたんですよねそこで 先輩が仲良しのみやちゃんのお兄さんだったこともわかって。<laughs> ミヤみやちゃんたら先輩のことちょっとスケベな感じの人なんて言うから私少しびっくりしちゃいました。でもあの時の先輩とみやちゃんとの二人の会話が本当に楽しくて。 私には兄弟がいないから兄弟っていいなーって私にもこんなに優しくて面白いお兄さんがいてくれたらいいのになんて私がアルバイトをしてみたいんですってお話しした時協力するよって言って先輩が共感になってくれましたね。 大きな声を出す特訓や、体操服やスクール水着への早着替え、それに、お魚に足をつつかれながらの模擬面接、他にもいっぱい。特訓は、とっても厳しくって、私、途中でくじけそうになったこともあったんです。でも、 教官が私をしっかり引っ張ってくれたおかげでなんとかやり遂げることができましたあの特訓のおかげで私ずっとやってみたかったアルバイトをできるようになったんです先輩に出会わなかったらウェイトレスのアルバイトもきっとできなかったと思います アルバイトは、毎日ドキドキしながら頑張ってます。お店の方たちもいい方ばかりで、いつも助けてもらったり、お仕事を教えてもらったりしていて、私、早く一人前になりたいです。<laughs> お父さん、私の仕事ぶりを見に、よくお店に来てくれるんですよ。 心配してくれてるんだと思います人見知りだった私が今ではいろんなお客さんと話せるようになって自分の世界がどんどん広がっているような気がしていますそれはきっと先輩と。 と輝き出して広がってゆく私の世界その真ん中には先輩がいるんです先輩あのお願いばかりで申し訳ないのですがこれからも 私を、あの、これからも私を引っ張っていってくれませんか私、どこまでも先輩についていきたいです。先輩のことが、